鈴木森近です。今回は2022年7月初旬、恵那漁港の方にお邪魔しております。この日は大変暑かったです。ただいまの気温は31度を示しています。さて、水中映像を皆さんと一緒に見ていきましょう。今カメラがゆっくりと海の中へ入っていきます。今回は表層付近、中層付近を中心に見ていこうと思います。しばらく様子を見ていきましょう。太陽の光が海の中まで入り、とても綺麗な海です。魚の活性も良く、フグが大変多くなってきたように思います。これが陸上から見た風景です。皆さん見えますでしょうか。これが無数のフグとなります。正直、恵那港について海の様子を見たとき、たくさんのフグがいて驚きました。個体の大きさはだいたい6センチぐらいですね。そういうフグが多かったです。隣でサビキ釣りしているおじさんも大変困った顔をしてらっしゃいましたね。針にかかるのはフグばっかりで、お目当てのアジサバはなかなか釣れてませんでした。たまに陸上から見ているとアジがね、泳いでいるのが確認できます。こういう魚がたくさん入ってきてくれれば釣りも面白いんでしょうけどね。今回の恵那港の水温は21度を示しています。8月9月と恵那港はどんな顔を見せてくれるでしょうか。楽しみです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。